まず決勝タイムリーを含む3安打小深田選手にお話を伺います。おめでとうございます。ありがとうございます。まずその3回の勝ち越しのタイムリーの場面から伺います。満塁でピッチャーが変わった場面でした。左の福田投手相手、追い込まれた中でどんな意識だったんでしょうか。追い込まれてしまったんですけど、逆方向を意識で、なんとかランナーを返すという気持ちで打ちに行きました。そうしますと狙い通りのバッティングができたというところでしょうか。そうです、はい。ちょっと詰まったんですけど、はい、いいところに飛んでくれました。そして次の4回の2点タイムリーもチームに流れを引き寄せる上で大きかったと思いますが、いかがですか。そうですね、センターフライかなと思ったんですけど、風でちょっと伸びてくれたんで良かったです。このところまた先発が続いて4試合連続安打、そして今日は猛打賞、またエンジンがかかってきた感じでしょうか。そうです、はい。この調子を継続していけるように頑張りたいと思います。さあ、そして渡辺直人選手が引退を表明した中での今日は試合でした。ここから残りのシーズン、どんな気持ちで戦っていきたいですか。チームとしても、直人さんのために最後頑張ろうという気持ちでやってるんで、最後優勝できるように頑張りたいと思います。おめでとうございました。まず小深田選手にお話を伺いました。続いて今日プロ初勝利、寺岡投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。プロ初勝利がつきました。どんなお気持ちですか。いや、もう率直に嬉しいです。チームが勝ち越した直後の4回、ランナー2人を置いての場面でのマウンドでした。どんな気持ちでマウンド上がったんですか。いや、もう絶対もう抑えてやろうという強い気持ちで、マウンドに上がらせていただきました。いきなり4番の中田選手との対戦でしたね。そのあたりの意識はいかがでしたか。いや、もちろんもう今年ホームランも一番打ってるバッターで、すごい緊張感はあったんですけど、それでも打たれないという強い自信を持って投げました。4番5番をしっかりと抑えてチームに流れを引き寄せたと思います。今日のご自身のピッチング、改めていかがですか。そうですね、この前も、いい状態で、投げれてたので、それもまたピンチの場面で、出すことができてよかったと思います。プロ3年目通算5試合目の登板ですが、育成契約など厳しい時期もあったと思います。そこを乗り越えてのこのプロ初勝利、どんなお気持ちですか。いや、もうあの頃本当に頑張っててよかったなって思いです。さあ、この初勝利をきっかけにこれからどんなピッチングを一軍でしていきたいですか。強心臓が、僕の持ち味なので、それを前面に出していただければと思います。本当におめでとうございました。ありがとうございます。ヒーローインタビューは以上です。そしてヒーローのお二人には楽天ポイント10万ポイントが贈られます。おめでとうございます。それでは勝利の儀式バーンはプロ初勝利、寺岡選手お願いできますか。スタンドのお客様は声を出さずに手を大きく掲げてバーンをお願いいたします。それではいきます。3、2、1、バーン。